どうも、島崎です。手賀門の斉藤です。根津の映画版ということで、映画の名作と旧作を中心に語っていこうというシリーズでございます。はい。この YouTube では再生リストにまとめてありますし、ポッドキャストで音だけで聞くこともできますので、好きなように使ってください。おい、ミッドサマーでございます。おー、アリアスター監督の最新作公開に合わせまして、はい、ヘレディタリーと、ミッドサマー順番にやってますけども、ミッドサマーについてちょっと語り足りなかったので、2本目でございます。はい、まず1本目から聞いてください。うん、ディテールとしてね、はい、面白いなと思う部分っていうのが、うん、なんか海村っていうか、うんうんうん、村の怖さみたいなことを描いているような話でもあるんですけど、はいはい、でもそこを逸脱してる部分が、うん、やっぱ現代的だなと思うところは結構あって。なるほど。やっぱり主犯格のやつっていうのは、うん、このホルガ村出身の、うん、まあ、ペレというですね、はいはい、長髪のやつですね、ヒゲのあいつね、なんかやけに優しいやつね、優しげなやつですね、はいはい、彼がまあ、全て仕組んでるっていうのはまあ間違いないと思うんですよ。うん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 、どう見ても。そうだね。何回か見ると分かると思うんですけれども、うんうん、彼がちょっとずつそのクリスチャンというですね、はい、主人公ダニーの彼氏と関係性が悪くなるように仕組んでますね、多分ね。うん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 、っていうのもあるし、うんうん、その自分の村に連れて行くっていうのも、なんかスケベな女たちがいて乱行できるぜみたいなこととかも、その噂っていうか前提として流して、はい、で、そこに、まあ、めんどくさい彼女がついてきちゃった。みたいな状況も含めて、はい、全部もうペレがコーディネートしてますね、これはね。だからヘレディタリーの時は誰かに操られてる感はあったけど、うん、顔は見えなかったじゃない、正直。そうね、おばあちゃんの残した、うん、その悪魔的なね、はい、ペイモン、はい、ペイモン、わかんないよペイモン、結局そうそうそう、ペイモンね、ペイモンという何かの魔力が、はい、結局血族として滲んでるみたいな話でしたけれども、うん、それちょっと内部的というか、そう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 、自分自身と自分の身内が怖いという、うん、話でしたけれども。これ完全にもうね。外部ですね。サスペンスですよね、だからね。サスペンス、ね。はっきり言って、ホラーというよりは。ちゃんとサスペンスだし、なんならもうジョーダンピール的な、はい。なるほどね。感じさえそうだね、そうだね。そっち路線。あると。はい。で、考察しようと思えば、ええ、まあこれはまあ結構深く読めばという話なんですけれども、ええ、まあそのダニー、主人公の、うん、まあ親御さん、うん、たちがホルガ村の出身なのではないかと。はいはい、言ってたね。いうことはまあ推測できるわけですよね。うんうん、で、もともとその彼らが住んでいる土地っていうのがミネソタ州かなんかで、うん、で、そこが北欧からの移民がすごく多い場所にわざわざ設定しているっていうことであるとか、あとはですね、その自由恋愛がまあ禁止されているっぽいっていうことですね、ホルガ村ではね。だけど、その両親は自由恋愛で結婚したんだとすれば、うん、まあわざわざ逃げてきて、まあ亡命じゃないですけど。うん、まあ、駆け落ちじゃないけども。そうですよね。そういうことよね、はい。で、それを取り戻してくるっていうミッションがペレに与えられていたんじゃないかっていう。なるほど。で、単純な外部者じゃなくて、ね、はいはい、女王になる血筋としての、はい、なんか血としての素質は持ってる。うんうんうん、うん。だけど、外部をこう、放浪してきた人を連れ戻すっていう、うんうんうん、まあ、騎手流離譚っていう、うん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 、その本当はこの人が、実は王様の血筋の息子だったんだけど、はい、それを隠されて、うん、隠し子として、うんうん、こう世に送り出されて、はい、で、はい、強くなって帰ってくるみたいな話って、はい、物語の定型でめちゃめちゃあるじゃないですか。はい、ありますね。はい、まあ、光源氏もそうですよ、はいはいはい。なんかそういう日本にもあるし、はい、世界にもたくさんある、うん、とか神話の定型なんですけど、うん、それが、このホルガ村の中で、うん、保持されているのではないか、うん。なるほど。だからそのダニーは、うん、騎手流離譚の主人公としてホルガ村で祭り上げられているんじゃないかということを僕は推測していて、なるほどなるほど、そこはね俺すげえよくできてるなと思って、そうだね、だから単純にこのホルガ村の中で二十歳とかになるまで過ごしてきてる姫の血筋を持ってる人よりも、外の空気を吸ってきて酸いも甘いも噛み分けて、で外でのこう邪念みたいな誘惑とかを跳ねのけて、結局ホルガ村に帰ってきた姫の方が、ずっとホルガ村で育ってる姫より強いという、強いね。何らかの発想があると思うんですよ。なるほど、なるほど。だから、それを連れ帰ってきたペレっていうのは、ホルガ村でも多分地位が上がる。うん。なんかホルガ村ってなんか平等みたいな空気だけど、はいはい、平等みたいな空気のところこそ、そういうマウントって強いから。なるほどね。共産主義のところとかがどうなったかということをですね、よくよく調べて、ね、日本で、そこに繋がっていくのね。そういう運動とかをしていた組織とかが内輪でどうなっていたかという、ね、とかを調べればすごくよくわかると思うんですけど、うん、平等を歌っているところほど、中でのマウントとか、はいはい。本当に参加しない人たちはただの平としてこき使われて、はい、でそこのなんかトップ争い権力争いみたいなのをしたたかにやってるやつが一番生きやすい社会っていうのがそういう社会ですから、ね、だからその思想としては分からんでもないけど、分からんでもない、実際それをやろうとするとそうなっちゃうっていうね、そうなっちゃいがち、はい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 、でペレはやっぱり一番その強くあろうとしてる人だと思うんですよね、うんうん、だから優しい雰囲気を醸すっていうのも何らもう
何らプライドガンガン売ってきますよ、まあ。つまり、姫を取り戻すための一個の処世術でもあるし、ね。そうそうそう。それが多分正しいと思ってるっていうのもありますね。そうだね。それが正義だと思ってやってるっていうのもあるし、はい、自分のポイント稼ぎのためにやってるっていうところも含めて、はい、まあ、ペレっていう人物造形、めちゃくちゃ、はい、矛盾してないというか、うんうん、本当にもう差もありなんだなと思うキャラクターになってますね、はい。で、それを連れ帰ってくる。完全に作戦がもう作られてるわけですよね。うん、ダニーをこういう風に連れ帰ってきて、はい、で、その時の構成メンバーはこういうやつで、うん、で、その中の一人のメンバーが、論文を書くためだという、はいはい、一応建前上の目的があってきてるよっていう風に、本人たちは思っている。うん、思わせて、はい。5人のメンバーはそう思っているということまで計算してるわけですよね。うん、そうだね。そうだね。で、その中の、何人かは邪心があって、うん、その中の、綺麗な北欧の女とスケベできるんじゃないかという気持ちで来ている人もいる。はいはい、で、その彼女がダニーだから、そこは気まずそうにもなることが予定されている。っていうことがもう全部決まってる。はい、で、家族。に戻れちゃうっていう選択肢があるとダニーは葛藤してしまうから、そうだね、葛藤を断ち切るために、うん、ダニーの家族は先に滅ぼしておかなければいけないほういうこともあったのではないかと。あ、なるほどね。これは多分ね、あります。つまりその、うん、単なる一家心中ではないんじゃないかってことでしょ。うん、そうです。あー、なるほどなるほど。ということはめっちゃあり得るなと思っていて、確かによくわかんないもんね、あれね。そうなんです。原因はよく見えてこないもんね。うんうん。で、ご神木みたいなやつに、はい、そのおしっこしちゃうという、しちゃうね、まあ、衝撃的なシーンがありますけれども、うん、あそこで、なんかね、その、連れ帰ってきてくれたんだみたいな、ことを、うん、言ってんだ。言ってるところがあるんですよ。はいはいはい。そう、そこでなんか手柄がどうのこうのみたいな話をしてるところがあって、そこに出てきてる奴らが、一家心中を演出したんじゃないかというような、ことまでも、まあ、あり得る。なるほど。じゃなきゃ、たまたま、ペレが、ダニーに近づいていたら、ダニーの家族が一家心中してくれてラッキーみたいな、ことが、ダニーが姫様になる、ベストなタイミングで起こるって、それはさすがに偶然すぎるんで。そうだね。ペレみたいな人とか、ペレぐらい周到なやつっていうのは、そこまでやるんじゃないかなという気もするんで。なるほどね。ペレ中心に見ると、これはもう、単純にホラーだし、単純にミステリーとして、めちゃくちゃよくできてるなと思うんですよね。で、違和感もかなり細かく細かく積み重ねられているので、まあ、後半はだるいとは言いましたが、はい、それなりに尺は必要だなと思うところもあって、うん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 、で、ぐるぐる回りながら踊ってるところ、はい、もう長いですけど、はい、長いですけど、でもあそこも不自然の演出が積み重ねられているので、実はすげえなと思うんですよね。うんうんうん、で、ダニーからしたら、なんでみんなそんな雑魚なのみたいな。はい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 。転んでいくからね、みんな。そう、私三半規管鍛えたことないですけど、はい、みたいな。はい、みんなは、この祭りをやるということが分かって生きてきてるんじゃないのみたいな、うんうんうん。私は急にやらされてるのに、なんで私強いのみたいな。過去の経験あるんじゃないのと、みんな。そうそうそう。ダンスのね。っていうことで、まあ、驚きながらも、楽しくなっちゃって、ハイになっちゃって、踊ってるんですけど、倒れる練習してるところがね。え？あんの？あるんですよ。マジ？そう。すごいね、それ。なんかね、なんかね、夜間みたいなものを持ちながら、なんかね、踊る練習をしながら、倒れる練習をしてるところが、後ろで映ってる。見てますね。その夜間は、そのダニーの代わりなんじゃないかっていうね。夜間で練習してたんだ。そう。最後夜間を残すっていう、そう、練習ゲームみたいな。へぇー。ダニーが、みんな練習してんじゃないのって思ってたんだとするなら、それは多分正しくて、ただその練習はあなたを勝たせる練習なんですよ。そういうことだよね。そういうことだよね。いうこと。はぁ。だから全部仕組まれてるっていう。でもアリアスターの作家性、ヘリタリー含めてね、うん、作家性考えると、全然、納得いく話だよね、それは。そう。これね、全部仕組まれてます。意外とね、これやりすぎ考察じゃないんですよ、多分。うん。多分その、表面上聞いてると、いや、それ考えすぎでしょとか、言われちゃうけど、うん、ヘリタリー以降の、まあ、ヘリタリーから考察する、アリアスターがやりたいこと、ずっとやってる手癖みたいなこと考えると、全然あながち間違ってない話だね。そう。うん。ことアリアスターに関しては、こんだけ見ても大丈夫なんだよっていう、はい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 。やっぱり撮り方もね、やっぱ結構奇妙で、うん、特にその、緑のね、はい、この草原みたいなところで、うん、手前側に人がいて、うん、で、奥側にも人がいるみたいな、うん、やたらと情報量の多い構図っていうのがすごい多いですよね。多いね。草原のとこってね。ね。で、横長の画面で、右端から左端までもう全部緑みたいな、うん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 、もうグリーンバックぐらい見やすい、うん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 。もう人が浮き出てくるように見えてるから、はい、手前の主人公みたいな人たちが映ってます、でもほぼ2画面映ってるみたいなレベルの話ですよね。うん、で、奥の方の人も一応こうですよみたいな。はい、まあ連れてかれてこう家に入っていくところとかも映ってたりするじゃないですか、うん、後ろ側でね、うん、っ
ていうところの画面整理力みたいなことはね、この開けた舞台だからこそチャレンジできるっていうのが多分あって。だから奥で何かやってんなーが、うん、全部ちゃんと意味があるようになってるってことね。そうですね。こう犬連れて歩いてるんだとか、あ、牛とかがこんぐらいいるんだとかもね。何気ないシーンで止めてみても、その手前で喋ってる人たちのメインの情報と、奥でエキストラ的に動いている人たちのサブの情報がさらにこう2個ぐらいあるんですよね。実は同時進行してると、うん、今なんとなくぼんやり適当に再生したところを一緒に見てますけど、うんうんうん、その手前で喋ってるサブがいます、ね、で奥で家畜を連れて歩いてる人たちがいます、はいはい、でなんかこう料理みたいなのしてる人がいますみたいな、うんうんうん、3情報平気で持ち込んでくるっていうね、うんうん、ところとかはこれはヘリディタリーだとできなかったことだと思うんですよね。まあ設定上無理だね、うん、暗い家の中だし、うん、登場人物が家族だから少ないし、うんうんうん、っていうところで、うん、でも村みんな登場人物だからこれができるっていうのもあって、はい、あやりたいことふんだんにやってんなみたいな、うんうん、サービスめちゃくちゃしてくれてんなっていうのもあるし、そのペレの人物造形、ペレ主人公説ですけど僕は、うんはいはい、まあ、ペレ物語説ね、うん、ペレの出世物語ですよこれは。いやそうだよね、一番めちゃくちゃ評価上がる、出世してるもんねペレ、うんうん、で、そのまあ王様の側近になりますから、これ多分。そうだね。そのダニーの右腕になりますから、うんうん、実質権力を握りますよ、これはね、うんうん。っていう物語として見ると。ダニーは現場のこと分かんないからね、まだ。単純に少年漫画です、これはね。そうだね。で、確かにね。でもこういう言い方をしちゃうと、そのペレを含むホルガル村の人たちが、すごいドライな、はい、冷徹な犯罪者集団なのかって思うと、はい、そんなことは絶対なくて、うんうん、それが正しいと思ってるし、そうだね。共感してうわーって泣いたりとか、うん、その性行為してる時に、はい、あってみんなで言うところとかも含めて本気でやってるっていうところが、うん、やっぱめちゃくちゃ怖いですね。まあそうだよね、うん、あのだから異文化とか多宗教とかね、うんうんうん、いろんな言葉あるけど、うん、本気で正しいと思ってだから、うん、自分らのためでもあるし、うん、いやお連れする皆さんのためにもなってますよって思って、うん、信じてやってることは怖さだもんね。だからそうですよね、そこで、まあ、殺す奴らもいるわけですけど、はい、ほとんど、うん、5人で来て、はい、3人殺すのか、うんうんうん、いう流れですよね、うんうんうん、ですけどその殺してる相手にさえしてあげてるみたいな感覚が、うん、多分ある人たちですから、うん、善意の塊ではあるんですよね。そうだね。っていうところがヘレディタリーとちょっと違う、なんか進化した部分でもあるし、はいはいはい、もしかしたら退化した部分なのかもなと思うところでも、はいはい、人によってはね、うん、で進化したんだとするならその自分の中にある怖さみたいなものがなくなってるわけですよ、ね、はいはいはい。でも矛盾した行動をめっちゃしてる人たち、うんうん、でしかも数増えてるっていうパワーアップ、うんうん、そうだね、そこアップされてるとこかもね。で退化してるとするなら、うん、いやそうはなんないよってやっぱちょっと思えちゃうんですよ、うん、そうだね。ヘレディタリーの血っていうものは自分の中に流れてるし、はい、自分も誰かから遺伝は全員されてるわけですから、はい、その自分では預かり知らぬ遺伝的な運命論みたいなもので支配されてるとするなら、うん、それはもうどうしようもねえじゃんって思うけど、うん、いやでもミッドサマーの場合、うん、外から連れてこられたんだとするなら、うん、なんかいやおしっこかけなきゃ大丈夫だしとかそのそうだね、ね、その不当なスケベしようと思って、はい、なんか業にいれば業にしたがえをちゃんとやってれば大丈夫だし、はい、とかも思っちゃうし、はいはいはい、ホルガ村で育ったならもうホルガ村で生きていくしかないから、はいはいはい、嫌だと思わないしなみたいな、そうだね、なんか東京で生まれて、うん、まあ、これからもしばらくは東京で過ごしていくわけですけど、うんうん、東京がホルガ村だって言われてもまあじゃあそうなんじゃないですかって感じだから、うんうん、怖さは感じないですよね、自分の内面に怖さは感じないっていうところが、うん、まあ僕はヘリディタリーからパワーダウンした部分は、はい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 、とはすごい思っちゃったかな、久しぶりに見て。だからやっぱりこう難しいけど、もちろんアリアスタって人の作家が作ってるものだけど、はい、やっぱその話せば話すほどやっぱジャンルが変わってるんだろうなかなりって思っちゃう。そうね、大体の核となるものは一緒だけど、うん、そうジャンルはがっつり変わってる、ジャンルが結構変わる、うん、でどっちも広い意味でもホラーなんだけど両作ともね、うんうん、でもかなりアプローチが違うから、うん、評価軸も難しくなってきてるな、ね、とは思っちゃうね。ミッドサマーは実は徹底的に人知を超えたものは一切出てこないですよね。そうだから今の話聞いてよりこうサスペンスというか、うん、人が考えて作った策略、うん、完全にそうですね、の中で敵作られているものっていう風にはめる込むことができるけど、うん、そうですね、ヘリタリーがやっぱどっちかというともうちょっと心霊ホラーだし、うんうんうん、話ももうちょっと運命的な話の部分になってくるから、だから似てるようで結構違うなって思ったね、うん、そうですよね、うん、だから結局そのアリアスターってそこまでその心霊的なものとか人コアみたいな、うん、その恐怖のパーツそのものにはそこまで思い入れはない人なんだなっていうのはすごいよくわかりますよね、うんうんうん、ヘリディタリーも
恐怖としては、うん、やっぱり血の恐怖と、うん、その人知を超えたものの恐怖、はい、だから、あの、最後の方のね、はい、その、友の会みたいな、こう、はいはい、集まってくる人たちだけ人知だけど、そうだね。あそこからこう、ミッドサマーの予告が始まってる感じはちょっとするけど、そうだね。まあでも、その手段は何でもいいっすよ、みたいな。そう、だからジャンルにこだわりあんまないんだろうな、うん、とは思っちゃう。基本的にはその、当たり前だと思われてる、共同体怖いって話ですから、うん、それが例えば家族であったりとか、村であったりとか、するっていう話ですよね、うんうん。そうだと思う。で、うん、それを多分伝えたい時に、手っ取り早いんだと思うんだよね。そうね。怖いっていうことがね。その時に一番こう、うん、パワーが強い、道具を使わせていただきましたね、うん、はい、感じで。そう、そんな気はしますね。だから、そうですよね。みんなに、不安になってほしいんだみたいなことをインタビューで言ってますけど、はいはいはい、ニコニコね。ね、僕一回すれ違ったことあるんですけど、うん、めちゃくちゃなんかもう、もう本当にもうそこら辺の普通に歩いてるおじちゃんみたいな、逆に怖いよね。感じですね。逆に怖いよ、なんか。なんかインタビューの合間に、うん、なんかホテルの廊下ですれ違ったんですけど、もう挨拶しなくていいんですよ。僕誰かわかんないから。ああ、そっかそっかそっか。なのになんか、はいみたいな。へえー。一番怖いからね、そういうのがね。怖いですよ。ダンオニロクさんが優しいおじいちゃんで近所の子供と遊んでたみたいな話ありますけどね。はいはいはい、怖いですか、本当内心は怖いですよ、ね。怖い怖いと思っちゃうね、こっちはね。なるほどね。で、ボーは恐れている、はいはい、ボーイズアフレイドは、前半が、そのもう人間社会のサスペンスで、うん、で、まあ、後半、まあ、コメディですね、前半はそういうコメディ、はいはい、で、後半が、その、血の怖さ。と、自分の中の葛藤みたいな感じですかね、うん、になっていくので、うん、まあ結構二部構成みたいな感じなんですよ、僕が見た限りは。だから、あ、割とどんどんやりたいことできるようになってんのかなっていう感じはしますけどね。うん、ネタ割れになっちゃうかもしれないけどさ、はい、ずっと言ってるこの宿命論的なね、うん、作家性みたいな部分は、うん、某もあるの。なんかね、いや僕もね、まあ、まだ飛行機の中で一回見ただけで、はいはい、試写はこれから行くんですけど、うん、なんかね、そこはね、ちょっと薄れてるかなとは思いました。というのは、うん、そのホアキン・フェニックスが、はい、あの太った中年男性を演じてる話なんで、うんうん、まあ、若者が主人公じゃないんですよね。はいはい、なるほど。もうそもそもそこから違うね。そうそうそう。うん、で、その、ヘレディタリーで言うと子供たちの視点もあったし、はい、子供たちにもこれが継承されちゃうのかっていう、はいはい、怖さもあったんですけど、うん、あのホアキンの、まあ、ボーですね、うん、主人公のお母さんとの向き合いの話なんで、うん、基本的にはね、うん、だからね、割と過去に向いてるんで目線が、うん、って考えると運命論とか宿命論ってこう未来に向けての話じゃないですか。そうだね、こっから先の話だもんね。ああ、そこはね、うん、なんかねちょっと薄れてるかもって思いました。そうではないんだ。なんか後ろ向きだなって思った。へえ、面白いね、印象としてはね。で、後ろ向きのとこ投げ、なるほどな。ああ、楽しめるといいな。そうね。でも超見たいわ。うん。あの、アリアスターがね、その自分の内臓を一個ずつ出して陳列し始めましたみたいな感じかな。うん、だからアリアスターに興味ない人がエンタメ作品と思って見に行くと、うん、まあ不評の可能性もあるかなとは思う。図工だね、それはね。うん。後半寝ちゃったみたいな人ももしかしたらいるかもしれないですね。あ、そう。うん、だから、その前半、まあ、はい、ボーイズ・アフレイドの表になっちゃうけど、はい、オシムラクは、やっぱり前半の現実世界のサスペンスコメディっていうところで90分ぐらい走り切って1本にしてほしかったなっていうのは僕はすごくあります。なるほど。その方がシンプルだと。うん、はい。なんかその公園兄弟とかの。はい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 。バキバキに尖ってところの。はいはいはい。公園兄弟みたいな。キレキレの時の。やつをアリアスターがやっちゃいましたみたいな。やつでやった方が、こう、ソリッドな名作が生まれやすいんじゃないかなと思うんだけど、うん、もう大物になりすぎちゃって。なるほど。ちょっと宮崎駿状態。ああ。3作目にして。となってるかもしれない。君たちはどういけるかみたいな部分ちょっとあります。あ、そう。あ、てか、ぽいわ。あ、そう。結構ぽいかも。マジで？違ったらごめんなさい。うん。俺はそう思ったな。へえ、3作目にしてその感じおもろいね。3作目にして、もうそうですね、60歳ぐらいの感じの作品になってるかな。ミッドサマー良かったところ他あります？なんか場面場面で。ミッドサマーは良かったところ、うん、なんかあったかな。いや、でも、その、なんだろうな。あの、だからさっき言ったことと被ってくるけど、はい、やっぱり、現代の若者、うん、我々が、うん、分かってしまうっていう怖さはあるなっていう、その共感を求めてるっていうところとか、なんかだから自分がこう、ピューだった時に、はい、ダニーだった時に、
逃れるっていうことができなさそうっていうか、うん、なんか、ちょっと一歩間違えたら、同じ道を歩んでしまいそうだなって。だって、大体そのホラー映画ってさ、うん、見てて反面教師というか、うん、いやいや、こうしちゃいけないんだよ。暗い道を歩いちゃいけないんだよとか、うん、外でエッチしちゃダメだとか、とかね。一人で行ってくるなんてことで出かけちゃいけないとかっていうことがわかるわけだけど、ね。安いから自己物件に住むっていう選択は別にわざわざしないもんね。そう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 。そうね、なんだけど、ミッドサマーの場合は、うん、そういう継承には実はあんまなってないっていうか。確かに防ぎようがない。防ぎようがない。だから自分が似たようなことになった時に、うん、自分も気づかないんじゃないとか、気づいてないだけでもうそうなんじゃないと思いますよね。今まさにいるのかもって思ってしまう恐怖みたいなのが、ヘレディタリーだから、ヘレディタリーやってみて、あ、うん、あんま伝わってないな、もうちょっと分かりやすくするかって、それありますね。思ったのかなとはちょっと思っちゃったかもね、2作見続けて。そうかもしれない。より共感しやすい、まあ共感っていうのが怖いテーマですけど、はいはい、共感しやすいなら、うん、あ、てかこれヘレディタリーで共感できないなら。うんうんうん、お前たちを共感させてやろうかみたいな。全然怖くないの、それで聞くと。でも本当は怖いですからね。本当は怖いこと言ってんだけどね。共感ってこういうことだからな。そうだね。っていう、うん、お前たちがコメント欄に書いたりとか、はい、いいねを押したりとかするのって、うんうん、セックスしてる人たちの周りで、あう、あうっていうことだからな、みたいな悪意はすげえ感じますね。そう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 。あ、そこはすごい思う。なんか小屋の中で、うん、小屋ってかこれ聖堂なのかな、はい、木でできたね、はいはい、建物の中で、うん、女の人たちが全裸になって、はいはいはい、こう囲ってるとこね、囲ってやってるところとか、うん、まあめちゃくちゃ怖いですけど、うん、こんなようなことじゃない、今の TikTok とか、はい、変わんないんじゃないのっていう ね、 ね、うん、TikTok でみんながおっぱい揺らしたり、はい、パンツ見せたりして、うん、踊ってるのとかって、うん、この女の人たちが全裸で立ってることと何が違いますかね、ともちょっと思います、ね、そうだよねっていうとこのなんか絶妙な、なんかリアリティじゃないとは言い切れないリアリティみたいな。だから輪郭がくっきりしたっていうか、うん、その狙ってるところがくっきりしてる感じは、そうね。ヘレディタリーよりする。狙い撃ちされてる感じが、そうですね。若干、そこの画素数が上がったというかね。うんうんうん、画素数、そうですね。解像度上がった感じですね。解像度が上がったから。だから分かりやすいもんな、その、うん、あー、もう薬物、ドラッグ描写始まってるわ、みたいな。はいはい、その手に草生えてきてるわ、みたいなやつとかも、ちょっと、痛え、みたいな。手から草生えたら痛えんだろうけど、うん、なんで気持ちいい感じになってんだろうな、みたいなところも含めて、かなりそう、誰が何を思ってるかっていうのはすごく分かりやすいですね。分かりやすくなってるね。基本的にダニー視点なんだけど、ダニーがいないシーンでもそれぞれ勝手に行動してくるから分かりやすいし、僕はいいなと思う部分としては、はい、さっきそのホルバ村で行われている作戦っていうのが、うん、まあ、ペレを中心に、はいはい、ものすごく周到に行われてる、実行されてるっていう話をしましたけど、うん、ちょっと雑だなと思う部分もあるのがいいなと思って、うんうんうん、その90年に一度が何なのか結局説明されないし、あ、そうだね、そうだね、わけわかんないですよね、うんうんうん、だからそこら辺は本気でリズメする弾力がダニーの側にあれば、うん、結構うろたえてると思うんですよね、うん、ペレたちも、うん、それは気にしなくていいよみたいな、はいはいはい、一幕が発生する可能性もあるぐらい、はい、割とガサツな説明も結構多いなと思って、うんうん、90年に一度なんだったらさ、じゃあこの歴代のメイクイーンたちの写真なんか50枚ぐらい飾ってあるとかさ、そうだね、これって何年に1回なんでしたっけみたいな、うんうんうん、9年に1回みたいな、うん、にしても多くないか、多くないっていうね、1年に1回だろ絶対これって思う枚数ですよね、年1だろと、そう、うん、あれちょっと俺謎だった、そうだね、あの辺ざるってる感じするよね、そうですよね、うん、2年に1回ぐらいはやってないとおかしい、計算合わないぞっていうね、なんですよね、確かに、でそこにダニーは気づかないわけで、そうだね、嘘めっちゃついてんな、そうだね、でもその嘘をつく理由っていうか理屈っていうか正当性みたいなのは、うん、ホルガ村チームの中ではあるんでしょうね、そうだろうね、これはこうこうこういう理由でついていい嘘なのであるみたいな、ね、だしそのそういうザルな嘘で騙されちゃうっていうことの面白さもあるなっていうか、うん、そうね、もう崩壊していくじゃんこの若者たちはって、うんうんうん、あからさまに見てて思うし、そうね、まあヘイジタリー一回見てるしっていうのもあるけど、そう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 、まあでも壁画的な予告されてますからね、そうだね、絵で予告されてるっていうのもあるし、うんうん、思ったより破壊されていくっていう感じで言うとヘイジタリーの方がパワーあったけど、うん、ペレが身内だったんかいっていうね、うん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 、ことは全然、まあでも一回目はまあ分かんなかったか、一回目俺分かんなかったな、うん、ペレは、そうね、なんだこいつとは思ってたけどね、うん、ね、なんか余計なことしてんなとは思ったけど、うんうん、やっぱり
たまたまかなぐらいの。そうね。なんかあんま、やっぱうまいのはペレにあんま注目いくようには作ってないじゃん。そうですね。だから、モブだなっていうか。そうね。その顔選びっていうことで言っても。そうだよね。他のメンツの方がキャラ濃いっすよね。濃い。だから印象に実はあんま残ってないし、一個の、あ、群像劇なんだって思っちゃった瞬間に、うんうん、あ、この人はこういう人ねっていうことでペレも割り切っちゃうから、そうね。あんまり追ってないんだけど、2回目見るとニヤニヤしちゃうよね。そうね。ペレさん。めちゃめちゃなんかそこら辺の振りもすごい使ってるなと思いますよね。うんうんうん、バイアスかけてるなと思いますけど。きますね。あの、ジョシュっていう、はい、あのアフリカ系の方が、はいはいはい、あの論文を一番真面目に書いてるっていうのも、はい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 、まあ彼はね、白人じゃないから、そもそもこの村では、まあある意味こんなね、差別的な村では相手にされてないんだろうなって思いますしね。うん、だから許されてるんだろうなっていうところもありますしね。でもその写真撮っていいですかってなった瞬間に、はいはいはい。ダメだよ、はいはい、みたいな。何言ってんのみたいな。はい、これをみたいなね。え、ダメだよみたいな。そこまで丁寧に教えてくれてたじゃないかよ、みたいな。面白いよ。もあるし、あ、でもそう、アッテス・トゥッパンのシーンは、はいはいはい、あの、結構冷めるという意見もわかるんですけど、飛び降りるとこね。なんかね、個々の撮り方は結構行き届いてんなと思って、何回か見ると面白いなと思って、うんうん、あの、ガーンってこう、落ちた瞬間に、うん、顔がスイカみたいにグシャーンって割れてるカットを、別カットで挟み込んできてるから、その瞬間にグシャって落ちたように見える、はい、みたいな、はい、その、秒単位の、はい、小回りの仕方とかすげえ上手いなと思ったし、グッてなるし、やっぱどうしても。うんうん、そうね。ヒヤッとはするよ、ね。うん。で、あと他の欧米人たちがみんな、はい、うわーみたいな、うんうん、うわーみたいな、うんうん、なってんのに、そのダニーだけは、はい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 、はい。何これみたいな、はい。なってるね。いいかもみたいな、はいはい。ちょっと思ってるよね。お前もう始まってるよ、みたいなのもわかるし。あとなんかもう、こんな村出ていくみたいな、うんうん。その先にいた女の子かな、はい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 。が彼氏に。車でっつってね。あ、そうです。先に行かれちゃうやつでしょ。そう。うん、こんな村もう出ていく。で、こう、みんなでこう、じゃあ、はい、解散でーす、みたいな、はい、なってる時に言ってるんですけど、うん、その時、ホルガ村の人たち、横にめちゃめちゃ通ってるんですよ、ね。はい、はいはいはい。で、こんな村みたいな。うん、こんな村って、悪口、村の悪口言ってる時に、聞こえてるんですよね、みんなね。はい、で、横でね。そう。うん、え、あれなんか普通怒んないみたいな。そうだね。だけど、ね、まあ、この人たちは後でどうかなる人たちだからって思って、みんな淡々と。だ最初から分かってんだよね。そうそうそう。はいはい。そのところ今見ると普通にめっちゃ怖い。そうだね。そうだね。編集ミスとかなはずないから。ディレクションして、あ、ここでは聞こえてるけど聞こえないふりして歩いてくださいって、うん。やってるって考えるとめちゃくちゃ怖いです。演出だもんね、ちゃんとね。うん。で、何回も見れば見るほど、僕らは、まあ、ホルガ村側になっていくから、はいはい、ペレ側になっていくから、うん、あー、ダメだよ、もうそれダメだよって、はいはい、何回も楽しめる部分っていうのはすごいありますし、うんうんうん、その部分はちゃんとしてるけど、やっぱめちゃめちゃ嘘ついてんだよな。ね。うん。ね。で、その嘘が、その我々を騙すための、うん、まあ、叙述的な嘘じゃないから、はい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 、ちゃんとダニーたちを騙そうとして正当に、物語内では正当に疲れている嘘なので、はいはいはい、登場人物を騙す嘘じゃないのに、うん、我々を騙すためだけの嘘っていうのは、まあ、過去にもね、はい、まあ、とある映画についてやりましたけど、うん、それだけで構成されてる映画の話をしましたけど、はいはいはい、そうじゃないですよね。はい、そうじゃないです、ね。そういうタイプの嘘が一個もないっていうのは、俺はすごい押せるなと思うので、そうだね、結局まあ結構好きな作品ではありますね。うん。物語内での嘘は全部成立してるなと思うんで。そうだね。うん。宿命論的な、はい、やりたいことが、はい、まあ某は見てないけど、はい、一番こう、わかりやすいというか、うん、決まってます、全部、みたいな、ね。みんなにも説明したからね、今回ね。そうそうそう、そう、それがこう、うん、一番わかりやすく出てるところなのかな、この映画はって思うよね。そうですね。だからやっぱ、うまいはほんとうまいよね。うまい、うまいが勝っちゃってるから鼻につくのがミッドサマーかもしれない。そうかもしれないですね。ヘリタリーの方がもうちょっと歪だというか。もうちょいやりたいことやってる感じがするな、ね、ミッドサマーの方が、ちょっとこう、整頓されたというかね、うん、分かってきてるんだろうけど。ちょっとネタ合わせしすぎてるな、みたいな。ね、あ、分かる分かる分かる。感じもするかな。この、分かる。なんか。ボケ数多すぎるな、みたいな。新ネタの方がヘレディタリーだったね。そうですね。なんかね、うん、新鮮で。あ、新ネタライブでめっちゃおもろいネタ見れたな、みたいな。そう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 。のがヘレディタリーで。そう。M1 の配布とかで、本気すぎて。ね、その、初見のお客さんたちには受けてるけど、うんうん、ああ、もう、あのボケ削っちゃったか。そう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 、そう。わかるけどねって、受けるボケなんだけど、はい、あれ良かったのにな、俺は好きだったのにな、がなくなってる感じはあるかもね。でも、うん、点数は高い、ね。高いね。はい。うん。みたいな。毎回こういう話になるけど、うん、通じてるかな。通じる人がいればラッキーという感じで。ね、嬉しい。はい。という感じで、はい。某は恐れている。面白いからね。楽しみ。
はい。楽しみです。早く見たい。めっちゃ長いけどね。うん。はい。ぜひともそれ見て、それも感想を喋りましょう。はい。はい。以上、ネズの映画版、YouTube の再生リストとポッドキャストから楽しんでください。ありがとうございました。ありがとうございました。